京都市電800型890号に装着されている MD201 台車、三菱重工業、MD 型台車は、三菱重工業が開発、製作した、鉄道車両用台車の総称である。本校では1948年に試作された、MD1 から1955年に製造された、MD201 までを取り扱う。川崎車両 o 計型台車などと、 同様、1946年に、鉄道技術研究所や台車メーカー各社が参加して、設立された、高速台車振動研究会の研究成果を受けて、各社が開発した、新型台車シリーズの一つで、名称の MD は、三菱台車に由来する。その設計と開発には、配線まで、三菱重工業名古屋航空機製作所において、 堀越二郎技師の下で A5M96 式艦上戦闘機、A6M0 式艦上戦闘機、J2M ライデン、A7M レップといった帝国海軍航空隊の主力戦闘機の強度計算を担当した、曽根義美念技師やロケット戦闘機である J8M 周水の設計に携わった、引田鉄郎技師といった第二次世界大戦後の GHQ による 航空機技術研究開発の禁止でた分野への転向を余儀なくされた航空技術者たちが参加しており、従来の鉄道車両用台車の常識にとらわれない、先鋭的な設計が試みられている。三菱重工業中日本重工業、新三菱重工業が製作した型番に MD を関する台車は以下の通り、高速台車振動研究会での振動、 打工道の研究を通じて得られた知見を盛り込んで設計された。そのため、特に最初期に試作された MD1 と MD2 では、前者が軸箱支持機構、後者が枕羽ネ部について、それぞれ新たな着想に基づく異なった新機軸を盛り込んで設計が行われた。川崎車両の OK 型台車と同様ペデスタル式の軸箱案内機構で、 不可分的に発生する、勇敢が原因で生じる臨軸の一軸打行動を、嫌い、修道面がなく勇敢が、原理的に発生しない、軸箱支持機構の開発を目的とした。そのため、中央の枕羽根寄りに視点を置いた肩の知識の、スイングアームで軸箱の上下動を案内する軸、両式を採用する。OK 型台車とは異なり、中心に、スナッパーと呼ばれる。 摩擦力による減衰装置を内蔵したコイルバネによる軸バネを前後の軸箱よりそれぞれ外側に設置してバネ下重量となる軸張りを短くしさらにその視点を側両中央部直下で台車枠と結合し線路と平行に設置したトーションバーで男性指示することで横男性を与えている枕バネは 左右各二組の軌道面に対し垂直方向に作用するスナッパー入りのコイルバネを用い枕木方向への容動を許容する揺れ枕釣りによって揺れ枕を指示するただし側枠との視点を各一箇所のピンで行う通常の釣りリンクではなく T 字型の釣りリンクを用いその上部左右に短いリンクを結合これらのもう一端を 刃の事情に開いて、側枠と結合、指示することにより、1メートル以上の長いリンクを用いた、通常型揺れ枕吊りと同等の陽動周期を、それより格段に短いリンクで実現し、台車そのものの小型化を実現する、TT リンクと呼ばれる機構を採用している。MD1 とは異なり、枕羽機構の試験を目的に設計され、 当時国鉄 TR37 型台車などで一般に使用されるようになり始めていたペデスタルの修道により軸箱案内を行うウィングバネ式の軸箱指示機構を備える水平、斜めコイルバネによる揺れ枕指示という非常に独創的な機構を備えるがこの機構を継承した台車は製作されず本形式1台で終了となったいずれも MD1 の設計を踏襲 改良したもの。これらは、側枠を、TR23 型に、類似の中高性バネボーブと傾向を組み合わせた、量産に適した構造とした上で、MD1 では、前後の軸箱のそれぞれ外側に置かれていた、軸バネが、軸箱の直上に置かれるように設計変更された。区波86007に装着された、MD3 は、下揺れ枕中央に取り付け座を設けて、 枕羽にオイルダンパを付与可能な構造とし、車輪はスポーク車輪、サハパチ十7型が装着した MD3 はオイルダンパ取り付け座なしで圧延車輪と同型ながらそれぞれ異なった仕様となっていた。MD4、MD5 はこの MD3 を紹介了したものである。MD1 系統の設計を低床の路面電車用に応用したもの。1950年設計。 軸箱支持機構は、MD1 以来の軸量式、トーションバーによる横断性指示で、揺れマクラブについては、TT リンクを活用することにより、高さ制限の厳しい低小路面電車用台車の枠内で、最大限の陽動特性を与える設計とした。本形式は、他社製台車と比較して、都各不評を買いがちであった MD 型台車としては、唯一。 初回ロットの15両分にとどまらず、以後1951年、1954年、と2年度5両分ずつ、合計10両分の追加受注に成功しており、ユーザーである、京都市交通局から一定の評価を得ていたことが見て、取れる。MD1 以来の高速電車用 MD 型台車の最終形式。基本的な設計は、MD3 型のそれを踏襲する。 もっとも、いかなる理由によるものか、枕バネを越えるバネスナッパーではなく、重ね板バネに変更している。ペデスタルの修道による、ウィングバネ式の軸箱支持機構を備える。ただし、軸箱両脇のウィングバネの中心を工房が上下方向に貫通し、それぞれの下場のさらに下に重ね板バネを置いて、ウィングボックスと結合するという、ゲルリッツ式台車の軸箱支持機構を、 上下反転させたような特徴的な軸箱支持機構となっている。また、枕バネは、コイルバネを左右1セットずつとしたシングル構成を取る、住友金属工業 FS203 とは異なり、下揺れ枕を線路面ギリギリの低い位置に置いて、背の高いコイルバネを左右2組ずつ搭載、その間にオイルダンパーを置いている。なお、装着車が HSC、 D 発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ搭載で基礎ブレーキ装置が台車シリンダー方式のため本形式も左右の側枠に一機ずつブレーキシリンダーを外付けしている軸箱指示機構をアルストムリンク式台車に類似の平行リンク式とし枕バネは二重コイルバネと防振ゴムを組み合わせたものを左右一組ずつと 簡素な構造としつつ、その中心にスナッパーを内蔵することで、ローリング特性の改善を図っている。台車枠は、中高性部品と蛍光を組み合わせていた MD6 とは異なり、すべて蛍光を溶接して組み立ててあり、これは、京都市交通局では、初の採用例であった。これら MD 型は、本来高速鉄道向けを狙って開発された。だが、本形式。 中でも特に MD1 に始まる軸量式のグループは、その軸箱指示機構、特に、トーションバーによる横断性機構の保守が難しく、本格採用が阻まれる結果となった。そのため上記の通り生産実績の大半は、京都市交通局向け、つまり、低速の路面電車用となっており、肝心の高速電車向けの本格量産は、京阪電気鉄道が 1700K1 自社に、 導入した MD7 の6両分のみで終わっている。しかもこの MD7 は、汽車製造会社及び、住友金属工業が MD7 と同時期に製作したオイルダンパー併用コイルバネを枕バネとし、ボルスターンカーを装着した新型大車群と比較して、乗り心地が今一つと評されており、1970年代後半に保守の効率化を目的として、 台車形式の整理が実施された際には複雑な振り替えを経て6両分すべてが廃棄されている。また、国鉄や近畿日本鉄道、それに小田急電鉄で使用されたグループはそのすべてが短期間で運用を終了し、小田急が営業運転用として購入した MD5 も一時は特急車に使用されたものの長くは続かず、1959年に 空気バネ台車に試験的に改造されて、各種試験に供された後、金属バネ台車に、復元の上で乗り心地も高速走行特性も共に、必要のない移動変電所へ転用されている。さらに、京都市交通局においても MD6 装着車は、京阪電気鉄道で MD7 が到達された翌年に、当たる1978年9月の京都市電。 全廃まで残存したものの、その少なくない数が、主電動機の SS50 から SS60 への、換装などの際に、廃車発生品の不送金属工業系 S-40J などに代車を交換しており、また、より新しい MD201 装着車は、ワンマン加工時の対象から外され、1970年代、前半にすべて廃車となっている。このように、 MD 型そのものは商業的に成功を収めることもないままに開発が打ち切られ、製作された拡大者も総じて短命に終わった。しかし、直進安定性が良好な単腕式の軸量式、軸箱指示機構において、その指示腕の視点に横方向の弾性を持たせて曲線通過性能の改善を図る MD1 の設計コンセプトそのものには、 問題はなく、新素材の実用化や解析技術の進歩が実現した1990年代に、住友金属工業が開発したモノリンク台車において、このコンセプトは、簡潔な機構設計で再度日の目を見ることとなった。また、MD1 で採用されたコンパクトな TT リンク機構は、新三菱重工業三原製作所が、その開発に、 重要な役割を果たした国鉄 DF50 型において特に大きな横道を許容する必要のある中間台車で限られた揺れ枕釣りリンク長のまま十分な陽道幅を確保する手段として大きな効果を発揮したそのほとんどが試作レベルに止まった MD 型台車であるが最終形式である MD201 を装着した 京都市交通局 800K のラストナンバーである890が京都市交通局自身の手で保存者に指定され2014年3月からは梅小路公園に開設された市電広場に生態保存展示されている。ありがとうございます。